はい、皆さんこんにちは。1月の9日の日に、アスカのコンサートに行ってまいりました。で、私は実はですね、アスカのコンサートに行ったのは2回目でして、で、初めの時はですね、アスカがすごい人気だった時ですね。チャギ&アスカの時だったんですけども、で、そこからとその時から20年は経過してたかな。私は高校生の時だったので、もう十何年か経過して、で、今回は東京国際フォーラムで行われた復帰コンサートのようなものですね、で行ってきたんですよ。で、このジンバルっていうのを、買って、で、使ったんですけども、初めの初日使い方がいまいちちょっと説明書を読んでもわからなくて、で、機能しないまま使ったんですよ。で、もうブレブレで、こう歩くと振動をこう抑えられる、機能が使えるはずなのが、私の使い方が悪かったのせいで、この動画の前半は静止画、ほぼ静止画になっております。はい、こんな感じでもうブレブレですよね。ちょっと気持ち悪くなってしまうので、ほんのちょっとしか映ってないですけども、ちょっと静止画でお伝えしますね。で、ここが国際フォーラム、東京国際フォーラムの中の、エリアです。建てられてそんなに建ってないのか、ものすごく綺麗なホールですね。で、一番でっかいホール、A ホールで、5000人収容のところでアスカのコンサートが行われて、で、ちょっと初め行った時は、この着席した時が15分ぐらい前の開演から15分ぐらい前だったんですけども、コンサートが終わって見てみると、まあ、満席ですね。5000人収容のホールが満席でございます。大盛り上がりでした。三越で買った、ちょっと弁当食べちゃったよ。弁当食べちゃった。アスカのコンサートどうでしたか？よかった。素晴らしかったよね。でもほら、熱出した後だから心配だったよ私は。本調子、万全の体制ではないっていうかもしれなかったけど、でも声思った以上に出てたと思うな。なんかあんな歌い方したら声が潰れるんじゃないかと思って心配するよ。そうだよね。はい、こんな感じで。やる心境になっちゃうよ。思った。4つしか違わないのに。61歳だっけ、すごいよね。もうすぐ2歳だよね、2月だから。確か。あんなパワーがあるのね。なんか元気もらった感じ。不屈の精神だね。不屈の精神。倒れてもさ、普通に立ち上がらないって感じだよね。いやでもちゃなんかさ、ああいう風なさ、プロのさ仲間がアスカのさ、なんだっけ、アスカバンドとストリングスだっけ、上野駅から今から上野の公園を通って、あれ、お母さん、私たちが向かうのは東京国立西洋美術館に行きます。何かやってるね。なんだろうこれ。あ、何かやっております。よいしょ。なんでこんなに人が多いんだ。もう並んでるよ、ちょっと。本当？でも私らは入れる。なんでこんなに人が多いの？今日東京文化会館で何かやってるのかな。私たちがこれから見るのはこのハプスブルグ展ですね。これを1月26日までやっている、これを見に行きます。金曜日だったのにこの人の多さですよ。国立西洋美術館でやっておりますですね。国立西洋美術館でやっております。さあ、では行きます。こちらが国立西洋美術館です。西洋美術館に到着です。
チャウチグルメフェスティバルをやってます。上野公園ですね、はい、行ってみたいと思います。焼きラーメン、あれお母さんも出るかもしれない。ワインじゃなかった、梅酒だった。何がワインワインはワインというかサングリアありますよ。あ、サングリア。じゃああんた飲みそうだね。私が持ってってあげます。はい。ホットのサングリアです。あー、超甘い。なんかさ、お酒じゃないのないのジュースとか。ちょっと飲んでみたな。味見。ものすごいでっかい鍋があります。あ、すごい。湯気で何も見えませんね。湯気しかまで来ても見えないぐらい。すごいな。はい、どうぞ。はい、こんな感じでですね、アスカのコンサートに続いて、上野公園の方の美術を見に行ったりとかですね、まあ、銀座にも行ってちょっと、ちょっと行ったりとかしたんですけども、アスカに関してはですね、もう皆さんご存知の通り、いろいろあったんですよ、彼は。新しい曲とかも披露されてたんですね。で、新しい曲もなんか素晴らしい曲があって、わーと思ったのがあったんですけど、ちょっとCD とかの発売もされてたんですよ。で、ちょっと終わって、CD を買おうかなと思っちゃうぐらい、結局まあ買わなかったんですよ。今、好きな曲とかダウンロードできるかなと思って。で、それでちょっと YouTube とかで調べて曲名がわからないので、いいなと思って新曲を探したんですけど、なくて、失敗したと思ったんですけども、彼はですね、ちょっと音楽活動をちょっと中止している期間も、曲を作り続けているっていうのは知ってたんですね。いや、だけども復帰は難しいかな、なんて思ってて、ほんで、おととし、2018年ぐらいから復帰のコンサートやったのかな。で、それですごい大盛況で、で、離れてったファンも戻ってきたか、新しいファンが、ついたのかわからないですけども、男性ファンが多かったです、すごく。で、ああいう苦しい時期を乗り越えて、転んでもただでは起きない人ですね。何かを掴んで起き上がるぐらいな感じの不屈の精神を持ち合わせてて、あと、まあ、むしろ、そういう風な、なんか大変な時期があって、彼を成長させたような感じなんですよ。なんかパワーアップしてて、で、その新曲とかも、なんていうのかな、素晴らしい曲だったりとかしてですね、もう一回なんか彼は人気を、ちょっと全国的な人気をちょっと出してしまうんじゃないかなって思わせるぐらい素晴らしかったです。才能がこう、コンコンと湧き出てるような感じで、彼は61、今年で62になるのかな。だけども、まだちょっと成長とか、まだ伸びしろがあるような感じに、ね、もしかしたらちょっと来年も行くかもしれないですね。で、母も同じように、私と同じようにですね、で彼は素晴らしいって言ってましたし、なんかパワーももらえたし、なんか私もちょっとここでふにゃふにゃしているわけにいかないなって、生きてる限り、勉強して、成長してっていう風にしなきゃいけないんだなって、もうちょっと、そういう風に奮い立たせてくれるぐらいの素晴らしいコンサートでした。まあ世間、まだちょっと彼が落ちぶれた時にですね、それを、なんていうのかな、印象がこう強く残って、彼はダメだとか言う人いますけど、私はそうは思いませんね。実際行ってみてみると、彼のパワーはすごかったです。はい。で、あとその、終わって、その次の日ですね、私は上野の、ハプスブルグ店でしたっけ？それに、行って、たんですけども、素晴らしい絵画を見て、で、油絵だけじゃなくて、甲冑とかもあったりとかして、すごく面白かったです。今、1月の26日ぐらいまでやってるのでね、よろしければ見に行ってください。
本日はご視聴ありがとうございました。